しかも三塁を壊せないピンチも作らずというゲームでした。
ども、終盤大きな大きなホームラン1本出ましたよね。はい、まあ、どっかで点を取ってくれるだろうとは思ったんですけど、まさか満塁ホームラン打ってくれるとは思わなかった。前回満塁ホームラン打たれてしまったんですけれども、今日はその満塁ホームランで取り返してもらったというゲームですね。はい、まあ、確かに前回打たれてしまったんですけど、あまりそのことは考えず、今日の試合集中してないんです。さあ、それではもう一人のヒーローにお話を伺いましょう。この満塁ホームランを打ちました。すごいちょっと興奮してます。その興奮を一言で言ってみてください。何か一言。やったぞー。さあ、あの場面振り返っていただきたいんですけれども、満塁の場面、どんな気持ちでバッターボックスに入ったんでしょう。まず金子さんがすごいいいピッチングしてたんですけども、その前の打席で、結果出せなかったので、みんな繋いでくれたチャンスだったので、そこで何度かというので打席に入りました。初球から思い切って打っていきましたね。もう甘い球来たら積極的に打ってやろうということで、初球からも思い切りいきました。初めてのホームラン、瞬間の感触はどんな感じだったんでしょうか。いや、あの場面ホームランというのは正直狙ってなくて、最低でも1点という形で、という形で打席に入ってたので、打った瞬間、自分でもびっくりしたって思いましたね。先週のバッティング球場でもあったんですけれども、非常にチャンスでいい結果を残してますよね。いや、いい時もあるの、悪い時もあるの。今日の1勝でチームは3連勝、そして岡田監督の交流戦100勝というゲームに。皆さんにメッセージお願いします。まだまだ借金もあるんで、一戦一戦全力でプレーして、上位に食い込めるように頑張っていきたいと思います。ご声援よろしくお願いします。それでは岡田監督の話を聞きます。この後まだまだ両面戦、そしてシーズンも続いていきます。エースの金子投手からファンの皆さんにメッセージ最後お願いします。はい、本当にまだまだ、シーズンの序盤なので、これから巻き返して、最終的にはクライマックスで戦えるように、一試合一試合一生懸命頑張っていきたいと思いますので、これからも応援よろしくお願いします。今日のチームは勝利を挙げました金子投手、そしてプロ入り初ホームラン、満塁ホームランを打ちました川端選手でした。放送席どうぞ。この試合でナイスピッチングを見せました金子千尋投手には551蓬莱からお食事券が贈られます。そして